今日は、緩和ケアについて3つのことをお話ししたいと思います。まず緩和ケアのこと、ざっくりお話をします。まず、健康ってよく言われますけど、皆さん健康っていうとどんなイメージを持たれるでしょうか。よくあるのは病気がないことであったりとか、体がピンピンしてて動き回れるくらい元気であるということを多く言われると思います。ただ健康って違う考え方もあるんです。それをご紹介させてください。ここに書きましたが、置かれた状況で社会的、身体的、感情的な問題に直面したときに適応し、自ら管理する能力があることっていう考え方があるんです。どういうことかというと、置かれた時のその体や気持ちの調子に対して、自分の考え方であったり、どういうふうに過ごしていくかであったりっていうことをうまく考えながら合わせていくことができること。こういうことができることを健康っていう考え方があるんです。緩和ケアっていうのはそこをうまくサポートしていくこと、そういうケアになってきます。緩和ケアの分かりやすい説明っていうのを日本緩和医療学会が作っています。緩和ケアとは、重い病を抱える患者さんやその家族の方一人一人の体や心などのさまざまな辛さを和らげて、より豊かな人生を送ることができるように支えていくケアであるというふうに言っています。これは決して特別な治療ではなくって、その治療の時期に関係なく、膵がんの患者さんやそのご家族の方がどういうふうにその状況を捉えて、どのように過ごしていくかということを考えていくこと、これをサポートしていくというのが緩和ケアになります。治療を続けていく中で大事にしていきたいなと考えることっていうのは、この3つのことになります。まず1つ目は、自分の体調であったり気持ちであったりということに目を向けて気づいていただいて、自分とよく頑張っているねっていうことを自分に言っていただきたいってこと、いたわってほしい、ねぎらってほしいっていうことです。2番目に、その自分の体の調子、状態についてよく理解をしていきましょうっていうことです。3番目が、その体の状況であったり気持ちの状態に合わせたような対処の方法であったり過ごし方を考えていくこと、こういう3つの大事なことっていうのを支援していきたいなというふうに考えています。そう考えてみますと、緩和ケアってよくわからないって言われますけど、そんな特別なことをしているわけではないですよっていうことがお分かりいただけるんじゃないかなと思うんです。ですから、緩和ケアに相談してみましょうかと言われても、あんまり怖がらないで気軽に受診していただければいいかなというふうに思っています。じゃあ次に、緩和ケアは誰から受けられるのっていうこともよく言われます。私の回答としては、実はいろんな方から皆さん受けてらっしゃるんですよって思います。例えば、主治医の先生が痛み止めを出してくれたり、看護師さんが話を聞いてくれたり、ちょっと声をかけてくれたり、気にかけてくれる。そうすると皆さんちょっと心がほっこりしますよね。それって立派な緩和ケアを受けてるってことなんです。ただ症状がすごく難しい時とか辛さが強い時、そういう時の対応であったりとか、いろんな問題が関わっているような複雑な場合、そういう時は専門的な緩和ケアへご紹介をいただくことになるかなというふうに思います。次に、痛みのことに話を移ります。痛みがあると皆さんやっぱりイライラしたり、怒りっぽくなってしまったり、気分が落ち込んだりとか、痛みをこらえるためにじっとして動かなくなったりっていうことあると思うんです。痛みがあると生活の妨げになります。また生活の質がぐっと下がってしまうんです。あとは痛みをそのままにしておくと、脳や神経が痛みに過敏になってしまうため、その後の痛みの治療っていうのがなかなか難渋してしまうっていうことが起きやすくなります。ですから、痛みをちゃんと和らげていくこと、これをやることは自分らしく過ごしていくということにとても役に立つことになります。膵がんっていうと皆さん痛い、痛みが怖い、よく言われます。なんでそうなるかっていうことですけれども、膵臓のすぐ後ろっていうのは内臓から神経が集まってくるような場所があるんですね。そうすると、膵臓に病気があるとその後ろの神経の方に影響しやすくなりますので、痛みを引き起こしやすいということが起きます。ある研究では、治療を始められた膵がんの患者さん約4割の方は、もう本当に治療を始めた頃から
強めの痛み止めである医療用麻薬を使っているということも言われています。ですから早めのうちからしっかりと痛みに対処していくということは大事かなと思います。次に痛みの種類だとか痛み止めの種類についてお話をします。痛みの種類っていうのは、場所がはっきりしているようなここが痛いっていうようなズキッとしたりする痛み、またこの辺りが痛いんですよねっていうような場所がはっきりしない重いズーンとした痛みであったりとか、あとは電気がビリッビリッと走るような痛みであったりとか、大きく3つに分かれるかなと思います。痛み止めの種類としては、一般的な痛み止めである消炎鎮痛薬や強めの痛み止めである医療用麻薬、神経痛の痛み止めである鎮痛補助薬っていうものがあります。右に体の絵を出していますけども、膵臓のところに病気があると、その痛みが脊髄っていう神経の束を通って頭に伝わって痛たっていうのを感じるわけですね。ここに対して痛み止めを使ったらどこに効くのかなっていうのを見てみてください。一般的な痛み止めである消炎鎮痛薬っていうのは、その病気の場所に効くんですね。次に強めの痛み止めっていうのは、神経を伝って痛みが頭に伝わっていくところ、そこをブロックしてくれるんです。そのような効き方をしますので、この2種類の痛み止めっていうのはどっちも合わせて使っていくってことがとても大事になってきます。また医療用麻薬っていうのは2種類をうまく組み合わせて使うことが大事になってきます。ここに示します通り、痛みが一日中じわ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 っと波があって続いていくものと、その途中にピョンと痛みが飛び出ているところがあると思います。ここに対して医療用麻薬っていうのはじわっと長い時間効くもの、あとはもう一つ飛び出ているところはこれ効いていませんので、そこに対して短い時間だけさっと効くような頓服のお薬、この2種類の効く時間を持っているお薬をうまく使い合わせながらやっていくことになります。次に、この医療用麻薬と聞くと皆さんやっぱり怖いなって言われることが多いです。よく言われることをここに挙げました。例えば中毒になるとか依存するとかやめられない、そういうことも言われます。右に書いてあるようなイメージですよね。これはがんに対する痛み、そこに医師がちゃんと処方していますという形で飲み続ける限り、これは問題はありません。また早くから使っちゃうと効かなくなるんじゃないかなっていうこともよくよく聞くんですけども、それもありません。どういうことが起きるのかなっていうのを下に示しますね。まず病気があったら、やっぱりそこが痛みを出してきます。そこに対して痛み止めをしっかり使ってあげると、痛みをカバーできて、痛みよりも痛み止めの効果の方が多くって痛みが楽になったなって感じると思うんです。ただ時間が経ってくるとまた病気の方が変化してきます。痛み止めの効くところよりも病気の強さの方が勝っちゃうんですよね。この状態を皆さんが効かなくなるっていうふうによく表現をされます。ここは効かなくなるんではなくって、相手が強くなってるっていうことなので、対応としてはまた薬を追加してあげる、増やしてあげるっていうことになります。これを繰り返しながら痛みに対して対処しましょうっていうことを考えていきましょう。副作用は大きく3つ挙げられます。眠気、吐き気、便秘です。眠気と吐き気については、飲み始めであったりとか増やした時とか、そういうことに出ることが多いです。だいたい3日から1週間ぐらいすると慣れる方が多いです。便秘については、これはずっとやっぱり続いてしまう症状になります。この医療用麻薬っていうのが、大腸の動きを少し鈍らせてしまうんですよね。なので下剤をしっかり使いながら、食べた分下から出るっていう状態を作っていくことが大事になってきます。対処の方法はちゃんとありますので、怖がらずにちゃんと対応していくようにしましょう。あとは過ごし方のことについて簡単にお話をします。例えば治療をずっと頑張って続けていく中で、病院に通うのがちょっときつくなってきたなっていうことを感じられる時が出てくるかもしれません。そういう時は在宅療養であったりとか、
在宅緩和ケアっていうことも考えてみることも一つかなと思います。在宅療養ってお話をすると、病院と縁が切れるんですかっていうことを心配されます。実はそうではありません。病院に来なくても家の中でやっぱり生活どういうふうにしていくのか、どういうふうに動くのか、どういうふうにトイレに行くのか、お風呂に入るのか、そういうことを考えていくっていうことが、この病気と一緒に生活を頑張ってやっていく上ではとても大事になってきます。それは病院の外来で事細かに支えることっていうのは、生活の状況を実際に見ることが難しいので、なかなかできるわけではありません。その点をお家に来てくれるような先生や看護師さん、他のヘルパーさんやケアマネさん、その人たち、家での生活を支えるプロに見てもらいましょうっていうふうに考えていただきたいなって思います。そうすると病院にずっと通わなくても、住み慣れたお家でお薬を出してもらったり、痛みの調整してもらったり、動き方をこういうふうにしたらいいんですよっていう工夫をしてもらったり、家族の方が心配だなっていうことを答えてもらったり、気持ちを和らげてもらったり、そういうことをしながら過ごしていくということができていきます。最後に緩和ケア病棟についてお話を一つだけします。以前の緩和ケア病棟のイメージっていうのは、入ったらもうおしまいなところとか、本当に最後を過ごすところっていうことをよくよくイメージを持っていらっしゃると思うんです。今の緩和ケア病棟っていうのは、お家で頑張って過ごそうっていうような患者さんたちの家での生活を何とかして支援しようっていう動きが中心になってきています。ただ、家で調整つかないような痛みであったり、苦しさであったり、そういう症状に対しては入院して対応して、またお家で過ごせるかどうかを考えていこうとか、そういう話になっていくかなと思います。ですので、昔と違って長い入院っていうのが少し難しくなってきているっていうのは状況としてあります。まとめになりますけれども、緩和ケアって今お話をしてきました通り、そんなに怖いものではないなっていうのを感じられたと思うんです。もっと話してみたいなとか、一緒に考えてみたいなって思われた方は、ぜひ緩和医療科の外来に紹介をしていただけるとありがたいなと思います。皆さんが来られることをお待ちしています。ご清聴いただきありがとうございました。